水分記念初日生レースの、埼玉中田健太選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回、直前が中5日で松坂終わってという形ですけれども、はい、そのあたり今回に向けてどういうふうに練習とかっていうのをされてきましたか？そうですね、まあ、配分その前も詰まってたんで、まあ、あんまり大きな練習はしてないですけど、レースが練習だと思って一本一本頑張ってきた感じです。それでは、明日初日が、同県の黒澤誠二選手を目標という形になりますけれども、はい、まあ、黒澤選手に、まあ、どういう走りしてほしいかというところと、ご自身がどういう走りをしたいかというのがありますか？はい、まあ、黒澤も、ね、先行で頑張ってますし、まあ、その黒澤がやりたい競争をして、まあ、その時に与えられたポジションで、まあ、バテ回ってれば自分が後ろを牽制できるように、まあ、後ろ飯島さんも固めてくれるんで、ラインで決まるように走りたいと思います。ありがとうございます。それでは最後に、今回さんに向けての意気込み一言お願いします。はい、まあ、青年記念だからってあんまり意識しすぎずに、いつも一生懸命レース走ってるので、今回も一生懸命自分が与えられた位置で頑張りたいと思います。応援してください。